統合データベースセンターのキムと申します。ここでその MBDC のプロジェクトでそのいろんなその方々がデータベースを構築していらっしゃっていて、それのベースになるオントロジーを作ろうと考えていらっしゃる方も多いと思いますけれども、僕はそのオントロジーを作るときになるべくバイオポータルを使って作った方がいいんですよというのをまあ宣伝してるますね。最近結構そのバイオポータルとは実はその何も関係ないんですけれども、そちらの方がもっと効率高くオントロジーの開発ができて、その結果物のオントロジーとそれの上開発されたデータベースを世界に発信するにも役に立つと思います。それで最初このスライドは実は結構今何回かそのプレゼンしていて、結構何回か見ていらっしゃる方も結構その多いと思いますけれども、特に串田さんはもう4回くらい、はい、でもこれ僕は結構大事に思ってるインプロで、まだ見ていない方も多いと思うんで、ちょっと最初これを話します。なんでオントロジーの開発がデータベースの統合に必要なものかをちょっと最初話します。このスライド、Windows のパワポで作ったそのスライドで、今 Linux で動かしてますからちょっとあんまり綺麗じゃないかもしれないんですけど、ちょっと確認してみたらまあそんなに問題ないと思うんでこのまま使います。それで皆さん結構よくやってる仕事がその自分の研究のため必要な情報が世界のあちこちのデータベースに散らばっている、だからそのあちこちにあるデータをデータベースから自分が興味があるデータだけ持ってきてそれを自分のデータベースに作るというのは結構よくやっていらっしゃる仕事だと思います。特にこの生命科学分野だけではないと思いますけれども、どこでもこんなことは起こってるんですね。それでこの時まあ一時的な問題と思ってるところが、そのいろんなデータベースから情報を持ってくるためにはいろんなデータベースへのアクセスの方法をみんな学ばなきゃいけないというのがまあ一つの、まあ、最初のその阻害になると思います。それでそれをこの各データベースにある情報を一番小さいラインで分けてそれを3つ組みでそれを標準化された形で作っておくと、みんなその3つ組みへのそのアクセスの方法だけ学べばそのいろんなデータベースへアクセスができるという発想がその RDF 化につながる話になると思います。だからこのデータベースの開発者とかこんなデータベース統合の研究仕事をやっている方々が既存のテーブルの形になっているデータを3つ組みにその準備しておくと他の人たちがこれへのアクセスが楽になるのがその RDF 化のまあ一つのその最初の段階での利点になります。このシンタクティックな側面での利点になりますけれども、この後はシマンティックな問題が残ります。意味的な問題が残りますけれども、それはなぜかとするとこの3つ組みはこのデータベースのこのテーブルで IX という項目の AY という属性は VZ ですというその情報の一番小さい単位に
なりますけれども、この情報を表現する時のこの文字列 IX とか AY とか VZ とかは全部このデータベースを作ったグループが決めたもので、他のデータベースを作った他のグループが使っている言葉とは異なる可能性が高いんです。だから違う言葉で表現されていますけれども、実は同じ情報かもしれない、もしくは同じ言葉で表現されてますけれども実は違う情報かもしれないという意味的な問題を何とか処理しないといけなくなります。それでこの元のデータベースから切り離れて3つ組だけ残ってもこの意味がちゃんと分かるようにしないといけないんです。そのこんな問題があっていろんなところで今やってることが、まあ、一番代表的なのがマッピングテーブルを作ることだと思います。さあここはこのデータベースとこのデータベースが欲しいんですけれども、このデータベースで DB1 で IX と表現されているのと DB2 で IL と表現されているのは実は同じ情報という意味的な情報をなんかマッピングテーブルで作ったりするの、結構いろんなところで皆さんやってる仕事だと思います。でこんな仕事があちこちで行われているんですけれども、問題はこの情報は実は大事な情報で、このマーキングテーブルを作ったグループだけじゃなく、その他のグループでも、そのコミュニティで他のグループでも必要な役に立つ大変な情報ですけれども、こんなマーキングテーブルを作って、まあ、グループの中で使って それでも捨てられたり、まあ、だからこんな情報がちゃんとコミュニティでそのこんな情報を共有する仕組みがあんまりなかったんですね。でこんな大事な情報をコミュニティで共有する仕組みを作りましょうとして、最近シメンティックウェブの技術がよく使われています。それでこれは何かとすると、このデータベースから情報を取り出すとき、このデータベースのソフトウェア出版するとき、この3つ組だけ出版するのではなくて、このデータベースのグループが作ったこの意味の世界、このボキャビュラリーの意味もみんな共有できる形に書いて、みんな共有しましょうということです。この3つ組だけじゃなくて、こんなシマンティックなシステムですね、このグループで使うシマンティックなシステム、ボキャビュラリー、トミノロジーをちゃんとみんな共有できる形にしましょうとして、それがシメンティックウェブでオントロジーの形で今共有できる仕組みになってます。それで例えばこの DB1 で作られた世界、この意味の世界で IS というのと S、 その DB2 のグループで作られた IL のとのトミノロジーが、トムが実は同じですよというのを表現する仕組みも標準化してですね、アオルでもこんなその表現の仕方も準備していて、みんなが標準に従ってこんな大事な情報を作ってみんな共有しましょうというのがシメンティックウェブでのオントロジーの動きです。それでこんなその標準化された方法で書かれているこのオントロジーを世界と一緒に共有するところをその
作ってるところがあって、そっちにそのここで作られたオントロジーも置いておくと、このみんなが使用しているオントロジーの中の他のところが、他のグループが作った意味の世界ともつながる形になります。だからこれがもうシンメンティックウェブの定義にも近いものだと思いますけれども、ワールドワイドウェブと同じように誰でもウェブページを作って、ウェブ、ワールドワイドウェブに出版するのができるように、誰でもオントロジーを作ってみんなが共有できるところに出版しましょう。それでみんな見える形に残しておくと、他のグループがここでその大事な情報を見つけて自分の情報とつなげる、なんかリンクを作るとか、そういうのもできるようにしましょうとする動きがあります。で、こんなみんなが共有できる仕組みにして、前まではグループの中でちょっとしたテーブルを作って終わりで、そんなの繰り返しになったのが、そのみんなを共有できて蓄積できるその、科学に持っていきましょうというのがシンメンティックウェブの発想であります。それでこんなみんなが共有できる世界、そのこんなスペースを作っているのが、そのアメリカの NCBO のバイオポータルが今一番その大きくやっております。それでバイオポータルですけれども、そのバイオポータル、これバイオポータルのウェブページをそのままそのスクリーンショットを撮ったものであります。でもうこちら辺見ると統計が見えますけれども、ちょっと拡大してみると、オントロジーは今298個があって、トームは500万560くらいがもうすでにこのリポジトリに登録されてあります。こんなそのオントロジーを登録する場所、リポジトリを提供するのと同時に、バイオポータルはそのオントロジーに対してのアクセスを良くするためのいろんなサービスを提供しております。で、まあ、もちろんオントロジーをブラウジできるのももちろんで、いろんなサービスがありますけれども、例えばそのこの300に近い大数のオントロジーがありますけれども、そのうち僕の目的に一番合うオントロジーをどう探すか、結構最初は結構問題になると思いますけれども、そのためオントロジーを推薦してくれる機能も持っています。例えばここに言葉とかキーワードとか、もしくはテキストを入れると、それを分析して、それに一番近いオントロジーを順番で見せてくれるオントロジーレコメンダーサービスを持っています。で、まあこんないろんなサービスを使ってバイオポータルは、そのじゃあみんなオントロジーを作ろうとしている人たちはなるべくバイオポータルを使ってくださいと宣伝してますけれども、その使うやり方でバイオポータルがおすすめしている方法は、まず最初はバイオポータル の、 その300に近いそのオントロジーから自分に一番近いオントロジーを選んでください。からその時もさっきも見せました、その
レコメンドサービスも参考にできると思います。完璧ではないです、もう完璧ではないんですけれども、基本はマニュアルで探さないといけないんですけれども、そのレコメンデーションサービスを使うと最初の参考はなると思います。それで集めた後はこのオントロジーの中では自分がいらないところもありますから、いらないところは全部削って自分がいるところだけを集めて、それで自分のオントロジーの出発点にします。それでその後ここに足りない、自分は欲しいんですけれどもここには足りない概念があると、ここにつなげて作ります。これがバイオポータルがおすすめしているオントロジー作りの仕方であります。はい、それでこのバイオポータルを使ってオントロジーを作りましょうというのを、まあ、最近結構宣伝してますけれども、それを支援するためのサービスも今 TBCRS で開発してます。それをちょっとお見せしますと、このオントファインダーというサービスを最近作っておりますけれども、このファインダーはそのオントロジーを自分が欲しいオントロジー、もしくはそのオントロジーの中のタームを見つかるその仕事をちょっと楽にできるんじゃないかと思ってこういうサービスを作ってるんですけれども、ここにタームを入れます。自分が欲しいターム何でも、ここはちょっとアナトミのタームを入れてみます。このタームを入れると、入れてサブミットをすると、NCBO のオントロジーを探して、このさっき入力したタームで探して、結果をこう見せます。ちょっと見にくいと思いますけれども、こっちがその僕が入れたキーワードです。こっちにスキン、ハット、レフトフット、サンプルがこっちにあって、ここがオントロジーです。そのバイオポータルにあるオントロジー。だから、スキンというタームが EP というオントロジーで、EP というオントロジーは、カーディア、エレクトロフィジオロジーオントロジーになります。で、見つけて、ハートもこのオントロジーで見つけて、エレクトロフットダウンとか見つけてあります。で、このオントロジーはいろんな
フォームがスキームという言葉に対応しています。こういろんなのが見つけるのはもう違うふうに定義されていますけれども、このオントロジーはシノニムとかを持っていて、そのシノニムに対応するものだと思います。それで、このサービスは一番こう入力したタームを一番多くカバーするオントロジーを一番先に見せます。でこの辺りはもう全部見つけたんですけれども、例えばこれとかはオーミムとかはレフトフットとかタームとかがなかったので、ちょっと後ろで見えるんですね。それで、これ見せるだけではなく、ちょっとあまり出ないタームを入れてみます。ここをクリックすると、その NCBO のそのオントロジーのところに飛びますけれども、簡単にこの過去に簡単な情報は見せます。それでこれはちょっと今実験的に作ってるんですけれども、ここからその選んで、例えばスキンに対しての概念が、ちょっと今度これは消します。あの風船機能は一旦消し て, てますす例えばスキンという概念は、FMA でのが一番適切だと思う場合はこう選んで、例えばですけれどもパンクレアスという言葉はセルラインオントロジーから、例えばこの道からこれを選んで、それをそのオントロジーとして出力してくれます。だからこれここにはその何もないオントロジーからさっき選んだオントロジーの項目が入ってます。だからそこから自分のオントロジーを作っていくのができるように今システムを作ってます。これは、はい、例えばプロティージとかで見るとどういう形になっているか。今はこれをそのテキストで今出力してるんですけれども、概念同士の関係ってどういうことですか。今はそのタームを別々に入れますので、今入れた4つが全部トップにリングの下に入るんですね。でも本当はもうちょっとなんかこうオーガナイズされたことになることを考えて作られてるんじゃないですか。そうですね、こういうことをプロティージを使ってもできます。それももう後でお見せますけれども、プロティージ使ってもできる仕事ですけれども、ちょっとそのいろんなツールを使わないといけないことをちょっとここでもうまとめて適用した方がいいんじゃないかと思って、ここでやってるんですけれども、例えばそのプロティージでやると、今はここトームだけを選びましたけれども、例えば
このトムをルートにするサブチを全部取るとか、深さを決めてここから深さ2まで取るとか、そういうのができますね。これの次のバージョンではそういうふうにする、まあそういうふうにしようとやってます。はい、今はその一個一個のトムだけが入ってます、一番上のスイングの下に。それで拡張をこれからの計画としてその回のターンを全部取ってくるとかいうオプションを入れると、それぞれツリーになって取ってくれて、まあ、それぞれのオントロジーが独立だったらトップに並ぶけれども、それぞれに何か関係がある場合には何かを、まあ、自動的にオーガナイズされてツリーになって出てくるみたいなイメージ。元々のオントロジーの中で取ってくるのはその構造そのまま持ってくると思いますね。はい、で普通これするパターンは、例えばその自分が例えばこの分野のデータをアノテートするためオントロジーを作りますけれども、例えばまあアナトミのオントロジーも必要だし、病気のオントロジーも必要だし、とするときちょっと自分で上をちょっと分けて、下アナトミのところは FMA を入れるとか、病気は他の ICD とか入れるとか、そういうパターンが結構多いんですね。まあ、今までであればオントロジーを全部ダウンロードしてきて自分の好きなところだけ切り出してっていうふうにやらなきゃいけなかったのを、タームで検索して、まあ、オプションでその下だけっていうふうに選べば、その作業だけで、好きな部分だけを取ってこれるという、はい、そうです、はい、はい。これはもうその目的で作られてます。今はこのその NCBO、 そのバイオポタリにある全てのオントロジーに対応してます、はい、出ますから、もうその使えると思いますけれども、まだそんなにそのフィールドテストが終わってないんで、そのちょっと不安定の可能性はあります。はい、ここまでが一応イントロで、そのなんか今まで質問とかあれば、今がグッドタイミングだと思います。オントロジーデカレンダーなんですけど、はい、あれちょっと僕聞き逃したかもしれないですけど、はい、文章か何かを入れてその中で一番ヒットするものが多いオントロジーのせオントロジーというかオントロジーを推薦してくれる。そうですね、そのあなたの入力した文章にはこのオントロジーに多くヒットするタームがたくさんヒットしてますよということを教えてくれる、はいはい、そうですね、だからネットが遅いな。その、キーワードのリストでもいいし論文でもいいんですけれども、はい、そこからオントロジーを辞書に使って、その辞書にプチカルのを数えて一番カバレージが高いオントロジーを推薦してくれる仕組みになってます。 どうしてそういう推薦の仕方になったのかっていうバックグラウンドは知りません。何に使うのかという、要するに文章かな、読文をこう入れ込んで、はい、それにヒットする、まあ、だから語彙がたくさん含まれているオントロジーを推薦しても、それをまあだからボカブラリーのセットとして推薦してもらったとしても、はい、それはどう、なんていうか、
それをどう受け取ればいいんだろうというのがちょっとわからないので、その開発されたレコメンダーの開発されたそのバックグラウンドっていうのはどういう目的に使ってほしくてですか。だからそのデータベースを作る方とその文献をその文献から情報をその取り出すとかその方を両方狙ってると思いますね。だからなんとなくそのなんていうかボキャブラリーだけ集めたいんであれば逆にその単語のリストを出してもらってその単語はこのオントロジーに入ってますよっていうのを出してくれた方が便利な気がするんですけど、そうではなくてオントロジーの塊でこれにたくさん入ってますよっていうのを出してくれるんですよね。そうですね。その出し方はなんでそうなったんだろう。そうですね、どういうふうに使ってもらうことを意図したんだろうっていう。だから やっぱりその最初はその多いオントロジーの中から自分に一番合ってるのは何という単純な質問に答えるためだと思いますけれども、オントロジーは私たちの分野に近いオントロジーなのかなっていうことが分かる。そうですね、ですね。もう最初オントロジーを作ろうという方々の多分最初の質問がそれだと思いますけれども、それで実際にその使おうとしてみると実はオントロジーって結構その差が激しくて、大きいのはもう本当にもうめちゃめちゃ大きくて、もうあるものはもう本当に小さいものもあったりしますから、そのでかいの例えばその MCI、NCI、シソロスとかはもう本当にもうでかくて、NCI シソロスがあって NCI メタシソロがありますけれど、メタシソロスにはもう本当に何でも入れているもので、そこにないのはないんだろうと思うくらいに結構もうでかいものがありますね。そういうのがあってもまああんまりそのしょうがないというか、だからちょっとその大きさとかも考えて、一番このデータに一番サイズ的にもまあ適当切なものを推薦しましょうというバックグラウンドだと思いますけれども、本当にそう狙った通りにはちょっと動いてない感じはしますけれども、だからちょっとその個別的なに選ぶ仕組みが必要かなと思って、そのさっきのオントロファインダーサービスを作ってるんですけれども、はい、そのアノテーターっていうサービスがありますけども、はいはい、それはあの、まあ、テキストを入れたりあるいは単語の集合を入れたりすると、はい、それにマッチしている一応オントロジーがどんなものかっていうのが、はい、まあ、羅列されるみたいな感じリストで出てくると思うんですけども、はいはい、さっき僕入れた単語を入れると、はい、このテイトしてくれますね。ここを全部のテイストして順番に見せてくれます。そのだからそれってレコメンドサービスはこれを元に作られてます。ここからマッチする統計を計算して、ここから一番多い単語に、そういうのはまあこっちの方がいいわけですね。各さっき言った僕の各ターンがどういうオントロジーにヒットするかを見せてくれればいいっていうんだったら、そのデータの方を見ればいいと。そうですね。はい。だからこのレコメンダーサービスとアノテーターサービスを合わせて
使うと、まあ、ある程度は参考になるんじゃないかなと思いますけれども。したい、なんか、まあ、普通だ、この文章から、僕らだったら表現系の情報を抽出して表現系をアントロジーに変えてアノテーションしたい、目的があるんですね。だからここからこの文章から化学物質の情報を抜き出して、化学物質のアントロジーでアノテーションしたい、その何かを抜き出してっていう目的が普通はあると思う。これにはないからすごい違和感があったんですけども、むしろだから、例えば化学物質のリストとか、表現系を示すタームのリストとかいうのが手元にあるんだとすれば、じゃあ僕たちのその、それぞれの人が、一番使ったらいいオントロジーというのは、まあ、要するにオントロジー的に言うと上位概念って言いますか、それは表現系とかその化学物質という言葉がオントロジー の, そのトップのそれと合ってないですから、それを探す、だから目的アノテーションしたい概念というかその言葉のリストがあって、それを入れたらそのカバー率が高いオントロジーを出してくれるというのであれ、そういう使い方なんでしょうね。だから文章を入れるというよりは単語のリストを入れて、あ、両方できます、うん、はい、両方できます。それでその両方一長一短があると言ってます、うん、だから単語のリストじゃなくて文章を入れるとやっぱりノイズが結構入りますね。その重要な単語じゃないのも混ぜてますから、うん、ノイズが入ってきて、ですけれどもちょっとその文章にはこの頻度情報が使えますんで、それが役に立ちますね。だから一長一短はあると言ってます、うん、だったらその実際にオントロジーを作るんだとするとどうなるかな、ちょっと練習でお試して、ちょっとしたオントロジーを作ってみます。そのまあこれはその 先週のバイオハッカソンでそのいろんな方が作業したデータベースですけれども、その、今 MBDC で提供している、アーカイブサービスにあるデータベースであります。ここからいくつか選んでそれを IDF 化する作業を先々週修繕時でいろんな方の力を合わせてやりましたけれども、そのうちこのイーストインタラクティングプロテインデータベースがありますけれども、これでもしオントロジーを作るんであればどうなるかちょっと練習で、まあこれ結構その入っている情報が多いんですから、ちょっといらないところは削っていくつかだけ残してやってみます。
この大きいそのテーブルでちょっとこれだけの情報しか残してみましたけれども、これはイーストのインタレクション、タンパク質のインタレクションのデータベースです。僕自身は実はちょっと生命的なバックグラウンドが結構弱いんで、中身を深くは理解しておりませんけれども、もし間違ったらその直してください。この ORF があって、この4つのそのカラムがあって、こっちがベイトの ORF が並んでいて、こっちがプレイの ORF が並んでいます。こっちはベイトのこの ORF のジンの名前であります。これはプレイのジンの名前であります。僕はこう言いましたけれども、実は僕が今言ったのはこのデータベースに書かれていることではありません。このデータベースに名詞的に書かれているのはこの列で、この4つの情報が並んでます。この4つの情報が何かの関係がありますから、こうデータベース作る人はこうまとめておきましたというのしか実は読めません。読めませんけれども、その人間はもう賢いんで、人間はこれ見ると、あ、これがベイトのワレップで、これはこれの名前なんだろうというのは人間は分かりますね。人間は分かりますけれども、機械はこれがこれの名前かもう何か分からないんですね。このテーブルだけでは、このテーブルだけではこの4つが何らかの関係でつながってますというのしか書いてないんです。で、ここからその IDF を作ったりデータベースを作ったりするためには、最初はここに並んで書かれているのが何ということから、それを調べるのから始まると思います。で、例えばオントロジーレコメンドサービスを使ったりして、まあ一個でもいいんですから、 ORF で探してみたり、あるいはそのあるいはバイオポータルの検索サービスを使ったり、こっちはちょっと時間がかかりますから、オントファインドで探してみます。ORFで検索してみると、こう出てきます。ORFと、例えば、ジンの ID とかユニプロトの ID とかが関係しそうなので、一緒に入れて探してみるとこう出てきます。これで ORF はこうここに出ていて、 GenID はここ、ユニプロ ID はここにありますけど、 ORF は ORF の ID とかに探してみるとどうかな、はい、出てきますね。このエダムというオントロジーにこういう情報が全部書いてますね。だから、エダムのオントロジーを使うんだとすると、ここから
必要な概念を入れて、その自分のオントロジーを作りますね。もう一つ入れたいのがありますけれども、それはプロテインの interaction を入れたいんですね。さっきのイーストのインタラクションってプロテインのインタラクションですよね。だから、まあ間違ってるかもしれないんですけども、ORFID が必要で、 GNID が必要で、ここですね、ORF が必要で、 GNID が必要で、これはインタレクションのデータベースからインタレクションの概念があるといい、ですけど、どちらのインタレクションがいいかをちょっと風船で見てみると、ネットが遅いんですね。これ、このオントファインダーサービス、これ自体は実はこの建物のこの階にありますから早いんですけど、この風船の情報はそのアメリカの NCBI から取ってきてますんで、遅くなる場合があります。まあ今は練習ですから、適当に例えば、まあこれが一番近いんだろうとというのを選んで、これと ORF と GNID を選んで、オントロジーを作ってみます。ここに自分が今から作るオントロジーの URI を入れますけれども、例えば YIPD、 そのイーストインタレクションのデータベースのコアのテーブルに相当するオントロジーですね。コアのテスト版のオントロジーを一応最初作ると、まあこういうふうに今はテキストで吐き出しますね。すると、ここから自分のオントロジーを作るのができます。もう一つの方法は、そのプロテジーを使う方法です。プロテジーはそのオントロジー作りで、まあ一番よく使われている標準的なツールでありますけれども、プロテジェで新しいプロジェクトを選択して、自分が今から作るオントロジーのその URI を一応決めて、自分の組織の URI で決めるのが一番その普通だと思います。ここは DBCLS ですから、例えば
dbcls.louis.ac.jp のオントロジーの、例えば YIPD テストオントロジーを作ります。で、これ作るときは、そのいろんな最小オプションがありますけれども、ここそのプロジェクトのタイプがありますけれども、ここから OurIDF Files というのを選びます。これ選ぶ理由は、これを選ばないとバイオポータルが使えないんです。だからこれを選ぶとバイオポータルにつながってオントロジーを作業するのができるようになります。それで、アオルか IDF か、もういろんな選ぶところがありますけれども、アオル DL を選ぶのが一番一般的になります。それで、フィニッシュを押すと、こう、最初はメタデータが見えて、その後、次がアウルクラスが見えますけれども、今は作ったばかりですから、一番上スティングというのだけが置いてあります。このスティングの下に、全ての概念はスティングの下に置きます。それでもうこの下に自分のクラスを作ったりするのができますけれども、いろんなバージョンのプロティジーを使っていらっしゃると思いますけれども、3点、その4点台はバイオポータルがサポートしてないんです。今4点台のプロティジーが、今3点台のプロティジーより安定的なバージョンですけれども、バイオポータルは4点台のプロティジはまだサポートしてないです。今そのプロティジ4バージョン4のためのそのプラグインを作っている段階であります。で、今は3でしか使えないんですけれども、この3でデフォルトでそのインストールすると、ここに BP というボタンがあります。この BP がバイオポータルのその訳語になります。それで、これ BP を押すと、そのバイオポータルからオントロジーを選ぶところが出ますけれども、ここでオントロジーを選びます。すると、ここにオントロジーが見えるはずです。見えるはずですけれども、これ結構不具合が起こる場合が結構多いんですね。だから、まあこれはネットの問題か不具合が起こっているのか、まあ両方合わせて結構不具合が起こります。あの、はい、あとそもそもなんかノットエクスプローラブルのオントロジーが多くない、はい、使いたいやつはほとんどそうなんです。あ、そうですか、はい、使いたいのがほとんどですか。ジンオントロジーとか MO とかガゼティアとか、一回ダウンロードしてきて喜ぶことですか。
はい、はい、その方法もありますけれども、一旦このバイオポータルからバイオポータルのそのこのバイオポータルのインポートプラグインと呼んでるんですけれども、ここは実は読めないのが多いんですね。ここからちょっとコンフィギュレーションからディフォルトを決めて、テスト、コネクションのテストをやってみて、それでつなげてみると、なんか良くなる場合がありますけれども、良くならないんですね。これはもう結構その、まあ、ネットワークの混み具合とかにも結構影響があって結構不安定ですね。これプロテージの3点台がもともと不安定のもあって、だからバイオポータルでもオントロジーをインポートするときのプラグインは3点台だけサポートしてますから、インポートするときは3点台を使ってインポートして、その次は4点台のボゾンでやってくださいと言ってるんですけれども、なんか今もうまくいかないみたいですね。一応その見えなくなっているのはバイオポータルのその説明に書いているのを見ると、ここバイオポータルがオントロジーを預かってますけれども、そのオントロジーの中ではそのオントロジーファイル自体をバイオポータルにアップロードしているのがあって、アップロードせずにファイル自体は自分のサーバーで提供して、その情報だけ登録する場合がありますね。その場合はこのプラグインからアクセスできないんですと説明には書いてます。でも結構多いんですね。できる時もあってできない時もあって結構困って、特に先々週修繕時で結構いろんな方が困りましたね。それでそのこのオントファインダーサービスでこの機能をつけたのもその理由ですけれども、じゃあこれでやってみましょうよ。これでそのさっきのこのでもこれなんか時間があったら一回やってみてください。どうかちょっと見てみるのも重要だと思いますから、あのバイオポータルのボタンを押すと押して、その画面の上からここからオントロジーを選んで選ぶと、ここにオントロジーのツリーが見えます。このツリーからいくつかの概念を選んでこのオントロジーの中にインポートするのができます。そのインポートする時、こうコンフィギュレーションがあって、サブクラスもインポートするのか、サブクラスインポートするときはすべて今選んでいるノードの下のすべてのノードを全部インポートするのか、それとも深さを決めて例えば2段階まで入れるのか、それをその選択するのができます。それでインポートするとき、その元のオントロジーにある情報を
すべてインポートするのか、そのノードに関する情報をすべてインポートするとするか、それともその選択したノードの例えばラベル情報とかデフィニションとかシノニム情報とか選んで、その持ってくる情報をここで選ぶのができます。だから機能的には結構充実されてると思いますけれども、結構ネットの具合とかによってこう動かない場合が結構多いんですね。それで例えばこれでやっていくと、ちなみにこれはその NCB 用のオントロジーをほぼ全てダウンロードしてそこからサービスしてますから、プライベートになっているオントロジー以外にはほとんどアクセスできると思います。そのエンボとかガジェティアとかも入ってます。それでここからこれパッここを押すとそのままアウルのファイルで吐き出してくれると一番いいんですけれども、まだそこまでは実装されてなくて、まあテキストだけ吐き出します。だからこれをちょっとコピーしてオントロジーを作ってみます。これをコピーしてコピーして、YIPD テスト .aul というファイルを作ってそこにコピーしてみます。こうコピーして、そのファイルをこれでプロティジックで読んでみます。するとさっき選択した3つのトムがインポートされてます。こうインポートされてますけれども、今ネームスペースのプリフィクスまでは自動的につけてくれないんですね。だからちょっと今見にくいんですから、ネームスペースをつけてみましょう。だからこれエダムというオントロジーですね。このエダムというオントロジーの、はい、もうその URI です。 URI を行ってます。行ってますけれども、頭の HTTP の PURL のここへエダムまでは同じですから、そこをコピーして、このメタデータのところで、メタデータのところでプリフィクスを作ってみます。ここに新しいプリフィクスを作って、ここにエダムと書いて、エダムの URI をさっきコピーした URI にします。しておくとプリフィクスで表現されます。
まだそんなに見やすくはないんですけど、これのそのラベルはここで見えます。から今のプリフィクスの調整はもうプロティージ使ってもやらないといけない作業ですね。自分が見やすくするためいろんなプリフィクスをつけてやっていくのは、それでまあ外からインプットした3つの概念だけが入っている小さなオントロジーが作られました。さあ、ここから、インプットしたのはプロテインインタレクションという概念と GeneID という概念と RFID という概念です。この3つの概念をインプットしましたけれども、これはん、今その対応するオントロジーはこれに対応するオントロジーをスクロールしているんですね。なので A2RF というのがあって PlayORF というのがありますけれども、これ両方とも ORF の ID ですかね。まあちょっと自然字でちゃんと決めましたけれどもそのさあ、この ORF の ID ですから、まあ、この ORF の例えば一種類だと思ってこの下に新しい概念作るのも一つの手だと思いますね。もしくは別につけて、まあ、イキュベラントの概念にするか、いろんなやり方があると思います。でもここではORFID とつけてみます。ORFID というのをつけました。エダムの ORFID という概念の下にこのローカルの新しい概念を作りました。これは GeneID というエダムの概念の下にシンネームという概念を作っていました。これもうちょっとフォントサイズを大きくした方が見やすくなりますか。そうですね。ウィンドウメニューから。ありがとうございます、はい、後ろ大丈夫ですか、はい、さっきやったのはエダムの ORFID というラベルがついている概念の下にこのロカルの ORFID というのを作りましたね。これのネームスペース側はこの BH バイオハカソン BCS のになってますから、このロカルで決めた言葉になります。それでエダムのチーナイディの下にチヌネームというのをまたローカルに作ってこの下に置きました。それで例えばこのー
この列をちょっとコピーしてテキストファイルに入れて、ちょっといくつか入れてみたいんです。ここでちょっとしたテキストの処理が必要ですけれども、まあこれはいろんなやり方があると思いますから適当にやります。このここで、まあ、上にいくつか取って3、4、5、6、7のそのレコードだけその取ってきたんですけど、そこからこの2番目1番目と3番目が ORF の ID に相当しますので、それだけ取ってきます。まあこれはまあいろんなプログラムもあったり、アクセルでやってもいいとか、まあ皆さんいろんなやり方があると思いますが、僕はちょっと Unix コマンドでやってみます。でこれがさっき言いました上から7番目までのレコードにあることと、一番最初と3番目のカラムの ORF の ID を集めたものであります。これをコピーしてプロティージの中に入れてみます。でこれは ORF ID のインスタンスですね。この ORF ID のインディビジュアルになります。だから ORF ID のインディビジュアルとして登録しようとしてます。これのインディビジュアルを今ここアウトトゥールズクイックアウトというところがありますけれども、メニューのトゥールズのクイックアウトのところでクリエイトモルティプルインディビジュアルというのがあります。そこをそれを使ってやってみます。それを選択したら、あれ？どこに戻る？うん。こんなのが出てきて、今から作るインディビジュアルは ORF ID のインディビジュアルになります。ORF ID という概念のインスタンスになります。それで、ここにさっき取り出したのをコピーして入れます。こことここをコピーしたものですね。それをコピーペーストでを入れてみます。したらなんかデュプリケーションされてるのがあるみたいですね。だから大体これを押すと
そのまとめてくれますけれども、このボタンを押すと重複されているのをなくしてくれたり、そのクラスの名前とかインディビジュアルの名前の中に空白とかは入られないんですけれども、それをなんかそのアンダースコアで直してくれたりするのを、そのこのボタンを押すとやってくれます。それでこうユニークになった、ユニークのリストになったのがこう入りましたけれども、それでも14か、ネクストを押すと、で、すべてのインディビジュアルは全部ディスティンクトなものですかという、全部別々の関係ないものですかと聞いてみて、それをチェックしてフィニッシュを押すと、そのサクセスしましたね。だからフィニッシュで見るとこうインディビジュアルが入ってます、ね、だからこうさっき作ったこの概念のインスタンスをちょっとした量を入れてみました。それで次は何ができますかね。例えばその今そのこれは MBDC で今サービスを提供している TogoDB のその仮面でありますけれども、 TogoDB に今そのコーナーテーブルを入れると自動的に RDF を作ってくれる機能を実装している間ですね。まだはサービスは提供されてないんですけれども、そうですよね、はい、でそのそれでどうなるかとすると、さっきこのテーブルを見てちょっと話しましたけれども、これを見て機械が自動的に本当にその情報量が高い RDF を作るのは結構難しいんです。結構人間の知的な働きが必要なところであります。それで今はどんな形になっているかとすると、ここにそのプライマリーキーがあって、このプライマリーキーとこの文字列はこのベイトアレフという文字列でつながってます。3つ組ですけれども、このプライマリーキーがサブジェクトで、このその属性の名前がプレディケートで、これがそのオブジェクトになっているんですけれども、それでそれで自動的に作られた RDF で分かるのは、この1というプライマリーキーを持っているこのレコードにこんな文字列がアソシエイトされています。でどんなアソシエイトになっているかはこの文字列で予測するしかないんですね。それが機械でできる、もう今もう自動的にできるところだと思います。まあそれだけでも結構その一応は形的には RDF になったとは言えると思います。でそこからもうちょっと情報をまとめて表現したいときは、人間がちょっとそのそれをどう表現するかの仕方を教えてあげないといけないんですけれども、例えば今は1というそのプライマリーキーにベイトアレフがとしてこれがアソシエイトされていて、
プレイワレットとしてこれがアソシエイトされてますという情報が自動的に作られますけれども、それはそのまあその生物学者からちょっとその聞いてみると、プロテインのインタラクションの一種類ですから、じゃあこのレコードはプロテインのインタラクションを表現してますというふうにも表現はできると思いますね。じゃあこのレコードにはプロテインのインタラクションがあって、そのプロテインのインタラクションにこの2つの ORF が参加してます。でこれは8として参加して、でこれはプレイとして参加してますというふうに表現するのもできると思いますね。それで例えばそれでさっきそのプロテインインタラクションという概念を入れた理由がそれですけれども、ここに普通のプロテインインタラクションの下に、まあ普通のプロテインインタラクションよりはちょっと狭い意味ですけれども、まあイーストの何ですかね、イーストのプロテインのインタラクションですか、イーストまあ適当に決めました。それで入れて、このイーストの PPI のだからこのレコード一つ一つにはイーストの PPI のインスタンスが一個ずつ入っているのですね、1個ずつ入ってますけれども、だから一番上は YAR033W、 あ同じですね、同じの場合もありますか、はい、じゃあ同じプロテイン間のインタラクションになりますね。それが一つのこのイースト PPI のインスタンスになりますね。このこれのインスタンスになって、インディビジュアルを作ってみます。適当にイースト PPI4 っていうもう名前になったんですけれども、じゃあこのインスタンスにこの PPI のインスタンスはこれとこれがつながってますね。だからこのインスタンスとこのプロテインプロテインインタラクションのインスタンスとこのプロテインをつなげる必要がありますね。でそれをつなげるときはプロパティというのを決めて、このプロパティが密着組の筒号になりますね。じゃあこの筒号を何を入れるか、まあ自分で決めてもいいと思いますけれども、せっかくだから検索してもよく出ないんですけれども、リレーションオントロジーというのがオーボリレーションオントロジーというのがあって、Relationship types というオントロジーがあります。ここにいろんなその基本的なリレーションが定義されてます。だからせっかくですからそのうち一つを選んでインポートして作ろうとしましたけれども、ネットがつながらないんで
ネットがつながらないんで。Google で検索すると別のページですけど。あ、そうですね。そうですね。レイジョンオントロジーは応募のオントロジーですから、そのバイオポータルじゃなくてもありますね。じゃあこんな概念を定義してあります。その応募のオントロジー、だから応募も若干説明させていただけると、そのバイオポータルみたいに一応オントロジーのリポジトリの役割もやってますけれども、応募は結構そのオントロジーの中身まで結構関与して、いいオントロジー作るのを目指してます。それに比べてバイオポータルは中身はほぼ一切そのタッチしないんです。だから結構そのあんまり質が良くないオントロジーも結構入ってますけれども、その代わりに結構その登録されているオントロジーの数が多いんです。それと応募のオントロジー自体も全部バイオポータルに入ってます。それでこんなリレーションが定義されています。 is a part of integral part of もいろんなで定義されていて、もうここで使いたいのは has participant ですね。 has participant、 has participant が使いたいんですから、応募の aul から aul をダウンロードして、それを開けて、ちょっと has participant のところだけコピーしてみます。パティスポイントですね。このヘスパティスポイントをコピーして、ちょっと手動ですけれども、さっきのこのアオルに手動でコピーします。YIPD テスト手動になってしまいましたけれども、はい、本当はその URI かなんか指定すればリポートできるはずなんですか。プロパティだけインポート、プロパティはインポートできないんです今。そのプロパティジーもそうだし、まだ実装がそこまでいってないんです。だ
から、プロパティはどうしても手動に入れる形になりますね。オントロジーを残したらプロパティもついてきます。全部インポートするとですね。全部はできるけど、プロパティだけは。はい。プロパティを指定して、その。リレーションオントロジーはプロパティだけしか入ってない。そうですね。だからもう全部インポートすると、リレーションオントロジーを全部インポートすれば、そのリレーションオントロジーのプロパティだけが多分できないと思います。今の実装が、あの特に佐々木のリレーションオントロジーはそのトームが一つもないんですね。はい、そのプロパティだけ定義されていて、普通はその。トムについてますから、ついてるのを一緒に持ってくるのはできますけれども、プロパティだけが定義されているオントロジーで、多分それ実装されてないと思います。はい。それで、ちょっとリレーションを入れるのは手動になってしまいましたけれども、まあ、こういう作業もたまに必要になるのが、もう今のオントロジー作業のもう現状であります。これでプロパティも入れましたね。で、このプロパティももうちょっと見やすくするため、ここはプリフィクスを定義します。メタデータで。メタデータのプリフィクスで、ここにリレーションオントロジーですから R というプリフィクスを定義して、そこにリレーションオントロジーの URI を入れます。するとプロパティがこう短く見えます。そしてこう、あ、ヘッジプロパティは、実はその、ベージュフォーマルオントロジー、応募のその一番トップレベルオントロジーであるベージュフォーマルオントロジーを参照してますね。それで、ドメインとレンジが、定義されてます。ドメインとレンジというのは、この実語の主語になりうるのものは何で、何と、その、オブジェクトに目的語になるものは何というのを定義します。で、ヘッジパティシポントですから、主語になるところはイベントとかそちら辺になります。だからインタレクションとかが主語になります。物にはならないんです。物。物。だから出来事が主語になることになるように定義されています。それで、レインジだから目的語になるところはもの、だから主語は出来事で目的語はものになるように定義されています。で、これを入れると BFO からこれも一緒にインポートされます。そのこれはさっき入れたプロパティについてくるのですね。あのプロパティ、ヘスパティスポントというこのプレディケットに、この述語にそう定義されてますから、ここは BFO の出来事、ここは BFO のものが来ると定義されてますから、その概念も一緒に入ってきます。それでそのこの BFO では出来事は Occurrent と言っていて、 Span というオントロジーで定義されています。それで物は Continuant と言っていて、 Snap というオントロジーに定義されています。だから実はこのプロティンインタラクションというのは、実は出来事ですね、オカロントにですね、ですね。だからこれは、
この下に入るはずです。インタレクションですから。オカロントに入るはずで、GID と ORFID は両方ともものを指しているんですから、コンティニオントに入るべきだと思います。まあ今日はデータベースの名前そのまま使いましたけれども厳密に言うとそこでもう その議論で1日ぐらいは軽く潰せる。それでだから今こう入れた理由はさっきのその has participant という述語を使ってこの ORF はこのプロテインインタレクションに参加してますよというのが表現したいんですね。でこのHas participant これを使ってこの PPI と ORFID をつなげたいんですね。つなげたいんですけれどもこの Has participant 自体が Has participant 自体が述語はこれしかならないように定義されていますのでこれをこの下に持ってきたんですね。これもこの下に持ってくるようによってさっきの has participant というプロパティがこの2つをつなげるところに使えるようになります。それでさっきインディビジュールを作りましたけれどもこれも作りますか。プレフィクスなんか長くて見にくいんです。スパンというプレフィクスを作ります。スパン。作って今回はこれはスネップですね。スネップというプレフィクスを作ります。スネップとちょっとスッキリになりましたね。でインディビジュアルをさっきイスト PPI のインスタンスとしてイスト PPI4 というのを作りましたね。4というのはあまり意味ないんです。そのインスタンスというのを見せるため入れただけです。それで、この ISTPPI は HES パティスポントが使えますね。HES パティスポントが使えて、その
目的語を選びます。さあここ見ると分かると思いますけれども、今ちょっと繰り返してみますけれども、プロパティでペスパティスパントというのを持ってきたら、ペスパティスパントの述語になるはずのオカラントというのが一緒に来て、目的語になるはずのコンティニュアントが一緒に来ましたね。それでイースト PPI のインスタンスをクリックしてみたら、このペスパティスパントというプレディケートが付けられるようになっています。それでここでじゃあだったら付けますと選択すると、ここから目的語が選べますけれども、目的語は目的で選べられるのはこれだけです。オカロントからは目的語は選べられないようになってますね。それはペスパティスパントという目的語が述語が目的語としてここだけできるようにもう定義されてますからです。だからここから選ばれるんです。これでさっきからじゃあ最初の列はまあ同じですから2番目入れてみますか。 YBL006C これ一番上に置いて YBL006C これが入りましたね。それでまた2つを入れましょう。 YBLYDR489W を入れました。だからじゃあこの EAST PPI 4というのは EAST PPI のインスタンスで、このインスタンスは何かとすると、この2つの遺伝子がプロテインが ORF が参加する PPI になりました。それでまあ簡単にありましたけれども、もうそのここせっかくこの2つがこの PPI に参加しますけれども、これはベイトとして参加していて、こっちはプレイとして参加してますね。だからそれをちゃんと表現するためには、実はヘスパティスポントの下にまた下のサブプロパティを作って、例えばヘスパティスポント S ベイトとかヘスパティスポント S プレイとか定義して、それでつなげた方がもっとデータベースにある情報をちゃんと表現する仕方になりますね。今日はちょっと省略します。さあこれでちょっとしたオントロジーを作って、そのオントロジーの中にバイオポータルの概念をインポートして、そこに自分の概念をつけて、それでプロパティもバイオポータルのプロパティを入れて、それでそのインスタンスまでつながることまでここでやってみたんですね。それで
まあ今は簡単にちっちゃい量でやりましたけれども、それでこのオントロジーができると、これをせっかく作りましたから自分だけ持っているのはもったいないんですから、これをバイオポータルに登録した方がいいと思います。それで苦労したリソースをみんなで一緒に使った方がいいんですね。それでバイオポータルでそのオントロジーを、バイオポータルにそのオントロジーを登録するためには、バイオポータルの一番最初のメニューでブラウズを押します。なんかネットが繋がらないな。でブラウズに行くと、まあ、もう既存のオントロジーのブラウズができて、その横にサブミットニューオントロジーというところがありますね。もちろんここサブミットするためにはアカウントを作らないといけないんです。でアカウントを作ってログインする必要がありますけれども、バイオポータルが非常に遅いみたいで、他のところは大丈夫ですね。みんなで接続してるから。あ、そうか。今ここで。ここ来た時はそんな。そうですね。そういえば。そのせいであの放送を生放送にせずに、ちょっと後で流すことにしましたね。この人数は一緒にやったら辛いってちょっと死ぬ。でログインしてサブミットニューオントロジーを押してオントロジーを登録できますね。でここでオントロジーの名前を入れて、例えば YIPD テンプディスクリプションを書いて、オントロジーオブリビエーションも書いて、一応全部リクワイアマントになってるんですね。インストインストプロテインインタレクション YIPD。 フォーマットは今 RDL になっていて、いろいろ選択するところがありますけれども、シノニムはどう表現したかとか、人間が読むための名前としては何を入れたのか、デフィニッションはどう入れたのか、作った人の情報はどう入れたのか、入れるところがありますけれども、全部デフォルトにします。でまあ、バージョンアップするとき必要な情報もありますね。それでこれステータスというのがありますけれども、ここでアルファベータプロダクションリタイアドに一応その段階を分けて入れるようになってるんですね。まあ最初はアルファぐらいがまあ適当だと思って、リリースする今登録するのを今日にして、ロケーションをそのコントロジーをローカルのマシンからオフロードするか、 URI に置いているのをオンロードするか、メタデータだけ登録するかを選びますね。それとこれはちょっと重要だと思いますけれども、コントロジービューイングリストリクションというのがあって、最初はここパブリック・プライベート・ライセンスというのがありますけれども、最初はプライベートにやっておいた方が気軽に登録でき、
そうですね、はい、まあその最終的にはパブリックにしてみんな共有したいんですけれども、ちょっと最初ちょっと怖いとかなんか思ってる方もいるはずで、これはまあ一応選びます。そのプライベート、パブリックとライセンスドゥ、ライセンスドゥは有料とかなんかその公開そのリストリクションが制限がある場合を言ってます。で、ここ特にプライベートにやっておくと、ここでプライベートだったら基本登録した人だけアクセスできますけれども、それ以外にシェアしたい人をここに列挙するのができません。もちろんバイオポータルにアカウントを作ってあるその人の間にはここで共有したいその人の ID を列挙してみんなが共有できるようになります。だからこの機能を使って例えばその MBDC のいろんなプロジェクトで作られるオントロジーは一応最初プライベートにしておいて、そのここで関係者のアカウントを入れておくとこの中では共有できるようになると思います。それは例えば NBDC っていうアカウントを作ったりすることは、それはダメです。個人がやっぱり例えばグループみたいなのが作れる、アカウントこのアカウントはこういうグループに属するっていうのがある、うん、とここの例えば関係者のアカウント全部入れなきゃいけないか。そうですね、はい、多分できると思いますけど、まあそれは、まあそれは、これはそんなに厳しくないんですよ、このバイオポータルにアカウント作るのは。だからできそうですけれども、だからグループ、そうですね、その個人のアカウントよりはグループのアカウントを作っておいて、そのグループの間で共有できるようにすると、はい。それでその今そのオープンロードするオントロジーのなカテゴリーをなんか決めることができて、なんかその連絡者の E メールとか入れることになってるんです。それでサブミットするとオープンロードできます。オープンロードすると最初はちょっと時間がかかってなんかパージングしたりしますけれども、大体何時間後では見えるようになります。それで、登録すると、どうなるかとすると、これがもうそのこう登録すると見えるようになるまで時間がかかりますから、ここが個人にちょっと入れておきおいたものですけれども、まあ普通のバイオポータルの普通のオントロジーみたいにこう見えて、そのいろんな機能がついてますけれども、これは例えば
ここは今サマリの画面でタームを見るところもあってノートとか残すのができますね。だからこの開発するとき、ここにノートを残しておくんですよ。で、例えばノートはコメントとか新しいタームを入れるのの、その提案とか、そのリレーションシップはどう変更すればいいとか、そんなのをノートが残すのができるようになっていて、それぞれの主題に合わせてちょっと便利に。だから新しいタームをつけるときは、ペアラのドアとこ、だから親のドアとこでその作りたいとか、そういうのが表示できるようになってるんですね。だからこんなノートがさっきそのプライベートの中でも共有した人の間でみんな作られて見られるんですから、そのこの中でいろんなコミュニケーションしながらオントロジーを開発するのができるようになりますね。で、マッピングをつけるとか、作った後で他のオントロジーとのマッピング情報を後でつけるとか、ウィジェットというのがあって、そのウィジェットを提供してくれます。だから例えばこうエラーが出てますけれども、エラービジュアライザー、なんか結構不具合が出てますね。ビジュアライザーでグラフで今作ったオントロジーをそのグラフで見せてくれるとか、ここはトリーの構造を見せて選択できるようにしてくれます。それでこれをこんなウィジェットを自分のホームページに入れることができます。ここを押すとコードが提供されて、自分のオントロジーをベースにしてオントロジーの自分が決めた概念にジャンプするとか、そこからトリ構造から選ぶとか、そういうのが簡単に自分のホームページで入れられるようにこのコードを自動的に提供しています。なんかエラーができてる。あとなんか朝入れましたけれども、もしかしてまだ処理が終わってない可能性もあります。これ結構時間がかかります。それともう一ついいのが何かとすると、本当に、この朝入れたのは多分まだ処理が終わってないような気がして、さっき僕がそのORFの名前とかそういうのをエダムオントロジーからインポートしてオントロジーを作りましたけれども、そうすることによってこのバイオポータルが僕が取ってきたエダムから取ってきたこのその ORF の概念の下に僕らがまた他の概念を作って、そこに ORF のインスタンスをつけましたけれども、このエダムの ORF の概念に付けられている他のデータベースが列挙されます。だからその ORF という概念をここでローカルで作って、それでおしまいじゃなくて、それをエダムのオントロジーのに定義されている ORF とつなげることによって、エダムにのこの
概念を使ってもうオノテートされているオントロジーが結構多いんですね。それと自然につながるようになるんですね。だからそれもここオブノードしたオントロジーのこれ処理が終わればそれも一緒に見せてくれるはずです。そこまではちょっと時間が足りなかったんですけれども、はい、それで今日お見せしようとしたのは準備したのはこのくらいであります。もしかして質問とか他のコメントとかありましたら。はい、ユーフォーとしたオントロジーの、その例えば A と B の関係がこれちょっと間違ってるんじゃないかおかしいんじゃないかという場合に、まあ、自分でそれを使わないんだったらその関係をまあ消してしまって自分で使えばいいのかもしれないんですけど、それがおかしいんじゃないかというのをエクスプリシットに表現してまたそれをそのフィードバックするとか、まあ、そういう仕組みってあるんですか。そのノットっていう関係とかっていうことを定義して自分のコントロジーとして追加していけばそういうことって表現できるんでしょうか。ノットノットと対して A と B っていう関係実はこれ嘘なのおかしいんじゃないかというか、そのそういうことをインポートしてきたものの一部を否定したいというか、そういうことっていうのは実際あるのかないのか分からないんですけど、判断していくのはなんとなくこうできそうなイメージがしたんですけど、そういうことも考えてそうですね。これはもうある情報が間違ったという情報ですね。なんかおかしいんじゃないか。例えば今作ってたじゃないですか、プロパティを、はい、関連でこれをじゃあ、インポートしたオントロジーだと思って、はい、でさっきプロパティを設定したじゃないですか、はい、あのプロパティの片方はこれは間違ってるなっていう時に、インポートしてあのプロパティを1個消してまたアップロードするとどうなるんですか。そのインポートしたのを直すのはできないと思いますね。それは実体がここにあるのではなくて外にあるのもリンクみたいなことですから。ですけれどもそれをそこからなんか一個下を作ってそれで構造を変えたりするのはできるんですね。矛盾があるとか言うその時、だからその時例えばですけれどもそのエダムからその、まあ、エダムとリレーションオントロジーから概念をインポートしてするとこれはインポートですからね。ここで作ったのではないんですからそれの定義を変えるのはできないと思いますね。だからその加わるのはできますけれども変えるのはできないと思いますね。でもそこから自分のオントロジーを登録して、うん、勝手にその URI を使って矛盾するオントロジー、それはできます。できます、それできます。例えばレンジととかは違うレンジにしてしまう、うん、それはできます。それしてそしてバイオポータルにアップロードするのもできます、ね、なんかそれは何かが矛盾を検出するわけですね。バイオポータルの人たちがある程度はその見てます。だからプログラムを走らせてそのあんまり厳密にはしてないんですけれども、厳密にするともう大変なことになりますからしてないんですけれども、ちょっとそのあっさりしたその検査はやって明らかに矛盾しているのはお知らせすることをやってます。プラスとして例えば「いつだ」っていう関係が A「いつだ」「B」っていうのは本当はないんじゃないかって、あそうなんじゃないかって「E」「A」「いつ」「ロット」は「カイン」「B」っていう関係を結構追加すれば、まあ、それはそれで矛盾してますので、そういうふうに作っていくかといえばもう一つ別のノット G を作った方が、例えば
例えば適切な例かどうか分かんないけど、男性というものはその配偶者は女性だと定義されたときに、まあ現実の法律が、芸外と法律が変わったりして女性の可能性になったら矛盾が起きるわけです。そういうときは法律したものを変えられないということになると、だからもう、まあ、そうだね、この時は新しいオントロジー作って、インスタンスしてくれば、うん、それでもう、その、バイオコタルに登録すれば、登録すれば、その人を矛盾したオントロジーの間の、なんか、戦いみたいになるんですけど、まあ、それでもまあ、いいと思いますけど、もう世の中はそんな、意見が違う人たちが、みんな、そうやってみんなが作っていけば、意思があると。だから、まあ、生物の進化系統樹とかだと実際複数の説が未だに並行してますよね。何が何から分岐したみたいなのは、はいはい、だから複数登録したら矛盾が起きるわけです。はい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 、それはもう矛盾というか、まあ、違う見方というか、でバイオポータルがちょっとでも使う気になりましたかね。それでなんかそのオントロジーを作ろうとすると、結構そのオントロジーというと伝統的に結構もうボワッとした機構図がもうその大きいなんかリソースがあって、そんなのなんか作ろうとすると結構大変そうで、それであんまりオントロジーはまあ そこまでもいらないとかその思ってる方もいると思いますけれども、シマーティウェブでのオントロジーというのはそんな大きなことを言ってないんです。そのシマーティウェブでは例えば1個と他の1個をつながるようにすると、それで立派なオントロジーになります。だからもうオントロジーの中に1個2個ぐらいの概念だけあっても、まあ、それがそのアオルとかそのシマンティウェブの言語でちゃんと書かれていれば、それでオントロジーと言えると思います。それでそういうのを作ることによって、その自分のグループの外と そのデータの交換が極端にしやすくなると思います。だから、正確に言うと、今日まああんまり正確にしない、まあ、簡単に説明を簡単にするためにされてたんですけど、本当はそのジンネームであり、その ORF もジン、まあ、さっき言いましたね。だからそれをそのもし今日の話を本当に厳密にやろうとすると、そうするとそのこのインスタンスもその、そのエンコードしているジン、あ、ごめんなさい、間違えた。このジンがこのプロダクトであるタンパク質と、このジンのプロダクトであるタンパク質が、まあ、ある実験においてインタラクトするというふうな説明になるんですけれども、はい、それは、その厳密に今日じゃなくて厳密にやろうとすると、そういうのを丁寧にやっていく必要があるんですか、それとももう自分たちでプレディケートをどんどん定義して、そうした方が、後者、後者、あの、コンディケートというか、その、前者ですか、やっぱり、実際にその、インタラクションに参加しているのが、遺伝子産物なので、はい、遺伝子産物の方が、遺伝子産物の方がいいというのは、正しいです。つまり、タンパク質、遺伝子、あの、DNA の遺伝子が、その、API に実際にあそこにあるのは遺伝子ではなくて遺伝子産物ですよね。だから本当、だから正しいのは遺伝子産物です。そうすると正しい方がいいです。データベースの中にインスタンスがずらっと並んでいて、うん、でこの、クラスは実は、うん、このデータベースで使っているその ORFID っていうのは、実はタンパク質を示しているんだよっていうことを、そうですね、でうん、はい、でもまあどこまで言っても間違いがあるのは確かなので、うん、どこまでどうするかってことはあるんで
そうですね、だから結構まあここはケースバイケースだと思いますけれども、その人の興味によって、だから結構そのタンパク質まで細かくその気にしてる研究者はちゃんとタンパク質まで定義してやった方がいいと思いますけれども、あまりそうではない学者もいますよね。そのなんか人のレベルで、じゃあこの人とこの人がなんかそのメカニズムは知らないんですけれども、もう何らかの形で中にトレットするというレベルで研究している方もいるんで、その方はまあそのレベルでもいいと思いますけれども、だから結構そのミクロなレベルとマクロなレベルで研究している方はそれぞれみんな違うんで、無理やり自分の興味はここまでですけれども、これをちゃんとしようとしてもうちょっと詳しくいくとキリがないと思いますね。するとなんかバイオフィジクスとかに行くとか結構もうキリがないんですから、自分の研究するところ興味に合わせてやった方が一番いいんじゃないかと思いますけれども、だからもう例えばその人のレベルで大まかに興味がある方はそのレベルでやって、タンパク質レベルでやってる方はその下のレベルまで多分ちゃんとやるはずですから、だからそのオントロジーを作る仕事をあんまりその別仕事、そのエクストラの仕事にやらない方がいいと思いますけれども、どうせ自分の研究でセールすべきものをどうせ整理するんであれば、そのこのチュールを使って自分が整理したいくらいどこまで整理すれば、だからこれはチュールとしてこのそのプロテージとかこのアウルとか作るのはなんか便利にするために作られたものですから、なんかこれのためエクストラウォークを増やすのはあまり良くないと思いますけど、どうせ整理するべきのものをやるならこれで整理しておくとみんなが共有できるようにみたいな感覚でやった方が一番いいんじゃないかと思いますけれども、だからまあ今ミニマムで作業したって言っていると、今のだったら例えばこのジョイプラスをジーンプロダクトっていう名前にしとけばまあ注意ぐらいにはなりますがそれぐらいのことは簡単にできる。はい、これでまあこのそんなそのオントロジー作る作業がなるべくあんまり大変な仕事にならないように、そのさっきも見せましたけれどもいろんな種類作りもやってますので、例えばこのオントファインダーとかも実はもう使えるようになってるんですね。まだちょっとそのいろんな方が一気にそのアクセスするとどうなるかはもうよくわからないんですけれども、一応はその遠視病のオントロジーをもうそのアクセスできるのは全てその入れていて、ここにあんまりたくさん入れると結構遅くなりますけれども10個まあそのぐらいのレベルはその処理できるようになってますので、ちょっと使っていただいてなんか役に立てば嬉しいなと思います。